は戦国時代、元亀元年1570年、摂津の国の石山本願寺宗主、賢女が藩信長の旗を掲げると、浄土真宗本願寺派の門徒衆が各地で立ち上がり、信長を恨む怒号も巻き込んだ一向一揆へと発展し、織田領の城に襲いかかってきた。中でも伊勢長島で発生した一向一揆の勢いは強く、桑名城の滝川一益、古紀江城の織田信興らが籠城し戦うも、信長包囲網最中の織田信長は、その時比叡山にこもる浅井朝倉軍との対峙中のため救援に向かうことができず、間もなく古紀江城は落城、信興は自害となってしまう。信頼を置いていた弟信興の死に信長は怒り悲しみ、翌年より長島一向一揆鎮圧を開始する。しかし武装した一向衆は手強く、信長の侵攻を必死で防ぎ、1571年、1573年と2度にわたり織田軍を撤退させることに成功する。鎮圧に手こずる信長であったが、甲斐の武田信玄の死、そして近江の浅井長政、越前の朝倉義景討伐に成功すると、全勢力を動員して3度目の長島一向一揆鎮圧に向かうのだった。いや、近江と越前を手に入れたのは大きいのよ。信盛、のんきなことを申すな。お主が朝倉義景の撤退を築けなかったから、死に物狂いで朝倉軍を追いかけることになったんじゃぞ。まあ結果勝てたのじゃ。義景を一条谷にまで追い込んだのは我らの働きあってのものじゃで、殿も許しておろう。見上げたのんきぶりじゃ。ふう、なんとか間に合った。皆様、木下藤吉郎秀吉、丹羽様に一時、柴田様に一時いただき、なお羽柴秀吉、いちいち改名の説明はいらん。みんな知っておる。地産ご無礼いたした。キリンを呼ぶに時間がかかっておりまして。光秀殿、殿はまだじゃで案ずるな。それよりキリンを呼ぶとは何のことじゃ。権六殿は知らんのか。柴田様でも知らないことがあるのですね。猿は申すな。ところで織田家の将がこれだけ集まっておりますが、本日の軍議は何でございましょう。明智殿をわざわざ機内から呼んだのじゃ。武田勝頼に奪われた東美濃の地の奪還戦を行うのであろう。おお、光秀殿は東美濃生まれであったな。いかにも。しかし武田はその後徳川家康殿の遠戸組高天神城を落としておる。矛先を織田から徳川にしたのであれば、徳川本城浜松城への侵攻が始まったのやもしれぬ。今のところそのような武田の動きは伝わっておらぬが、武田勝頼は信玄亡き後あの軍団をよく統率しておる。まだ若いうちに潰しておく必要がござろう。皆様よろしいか。拙者は伊勢長島の一向衆討伐だと思います。いたた。ははそうであった。柴田様は伊勢長島攻めの撤退時に傷を負ったのでしたな。猿、うるさい。権六の声が一番うるさいぞ。と、殿、猿が長島での負傷をいちいち言うで。あの時は権六の死んだりあってのわしの命じゃ大義であった。と、殿。さて、こたび皆に集まってもらったのは、これまで二度鎮圧に失敗しておる伊勢長島一向一揆衆を今度こそ潰す戦のことじゃ。やはり。おう、長吉は確か第二次長島攻めが初陣であったの。はい、初陣が負け戦であり、祭る上何としても一向衆を叩きもみしたいと思いまする。拙者にぜひ先方をお命じくだされ。長吉、焦るでない。次の長島攻めはこれまでとは違う。織田全勢力で攻め、一騎勢の殲滅をもって勝利といたす。殲滅ですか。そうじゃ、殲滅じゃ。一騎衆には女子供もおりまするゆえ。殲滅と言ったら殲滅じゃ。光秀、比叡山の焼き討ちをしたそなたが何をぬるいことを申しておる。それは。良いか、一向一揆は長島だけではない、加賀や西下など各地で起きておるし、今後も新たな一揆が勃発することも考えられよう。わしの領土内での一揆、それはすなわち死罪。大将が自害すれば他の者は助かるなんぞありえぬ。みんな同罪じゃん。それを長島で実行する。摂津の石山本願寺にも見せしめになりまするな。うむ、賢女のこもる石山本願寺も必ず潰す。そうじゃ、こたびの戦いに弱男信忠も加える。はは、皆様の足手まといにならぬよう努めまする。うむ、信忠はこれまでの長島攻めのいきさつを知らぬ。
秀吉、簡単に説明せよ。はは、ことの発端は、元気元年、9月の石山本願寺宗主、賢女による、信長様への代行放棄。これにより、各地の本願寺門徒が一斉に立ち上がり、長島の岩礁寺や周辺の北伊勢豪族が一向一揆を起こした。本願寺より派遣された下妻雷藩に引き入られた数万に及ぶ一向一揆勢は長島城を奪うと、その勢いのまま信長様の弟織田信興様の守り古紀江城を陥落させ、信興様は自陣、さらに滝川様の守る桑名城にも攻め寄せ、滝川様は敗将となりました。面目次第もない。よい、秀吉続けよ。この時、信長様率いる織田の主力は近江の比叡山に逃げ込んだ朝倉浅井軍と睨み合っていて、援軍に駆けつけることができず、苦い思いをいたしました。信長様は尾張や美濃に近い北伊勢での一向一揆を見過ごせないと、朝倉浅井と和解し、翌年の元亀2年5月に最初の長島一向一揆討伐に出陣しまする。長島の地は木曽川河口のいくつにも枝分かれした地であり、長島城はこのような浮島に築かれており、簡単にはたどり着けぬ城。織田軍は5万、信長様本隊、佐久間隊、柴田隊の3手に分け攻めかけますが、敵の砦攻略に難航してしまいます。この頃は織田家を包囲するかのように各地で不穏な動きもあり、信長様は長島での長期戦は不利と判断し撤退を命じます。その動きを察した浮き勢は反撃に出てきて、新狩を務めていた柴田隊がこともあろうか総崩れ。うるさい。負傷した柴田様の代わりに新狩を務めた氏家目前殿が討ち死にするなど、織田軍敗北の戦いとなりました。その後、比叡山の焼き討ちや信長様に敵対した将軍足利義昭との合戦に勝利し、満を持して天正元年9月2度目の長島一向一揆討伐に出陣しまする。一揆勢は北伊勢まで拡大しており、まずは北伊勢から鎮圧を試み、順調に攻略していきましたが、長島へ渡る船の調達にてこずることになり、2度目も長島攻めを見送ることとなりました。そしてまたも撤退時に一揆勢の奇襲を受け、新狩の林道政殿をはじめ多くの将が討ち死にし、大きな痛手を食らうことになってしまいました。ざっとこれまでの流れにございます。うむ、そんなところであろう。やはり長島攻略には水分が欠かせませぬな。その通りじゃ。敵は水路から補給を受けてもおったで、こたびは水軍ありきでの合戦といたす。カズマス、はっ、そちは伊勢に戻り、島の茎義高と合流し、畑船の確保を進めよ。すでに義高には伝えておるで、一隻でも多く集めておくのじゃ。はは。よし、皆の者、船の確保数次第で戦い方は変わるが、7月頭には対馬の湯屋城に参集とする。各自城に戻り支度に入れ。光秀は機内に戻り、三好三島や石山本願寺の動きを見張るのじゃ。は、秀吉は近江に戻り、越前や加賀の抑えを頼む。長島に参陣できないので。猿の口車戦法は一向州には通用せぬでな。北陸が騒がぬように見張っておればよいぞ。柴田様、ならば言わせていただきます。言わぬでよい。わしの命じゃ、北に秀吉、西に光秀を置くは、安心して織田全勢力を長島に注ぐためじゃ。わかるな。わかりました。秀吉の代わりに秀長をわしの部隊に加える。しっかり頼むぞ。はっ。よし、では皆の者、対馬で会おうぞ。こうして3度目となる長島一向一揆鎮圧戦は動き出した。織田の動きを察知した一向衆がこもる長島では、大官様、信長がまたも攻めに来るようですぞ。何度来ても同じことよ。この長島の地は簡単には踏み込めぬ。だ、大変じゃ。大木殿、いかがした。伊勢の大港が信長の手によって牛耳られた。な、なんじゃと。島の茎水軍が動き出されると海からの攻撃にも備えねばならん。北伊勢の怒号や災禍、甲賀も当てにはならぬ。案ずるな。これまでも仏様が救ってくださった。こちらは
10万の門徒衆が折れ、10万といえど女子供も含まれております。二度退却をしていく信長が同じ手で来るとは思えません。案ずるな、念仏を唱えておれば敵は去る。そうでございましょうや。一度目は5万の織田軍を撤退させ、二度目は8万を撤退させたことに過信する甲州指導者下妻雷丹は、多少の水軍が来ても長島には入れないと考えていた。その水軍を指揮することとなった滝川和正のこもる八田城に久喜義隆が訪れた。滝川様、お待たせいたした。おう、久喜殿、待っておったぞ。一向州側に阻害されていた大湊じゃが、信長様の介入で解放されたぞ。おう、それは嬉しい知らせですな。そこを起点に長島を南から攻めましょうぞ。うむ、畑船はいかほど用意できそうじゃ。およそ100隻。わしの持つ船も合わせれば120隻にはなりな。よし、これなら長島包囲をすることができよう。して、どのような策で行く？うむ、これを見ろ。まず、信長様率いる織田本隊は、尾張、島の布屋城に入る。ここから3隊に分かれ、長島城周辺の砦攻略を始める。我ら水軍は、この伊勢、大港に参集し、和紙や北畑州を船に乗せ、伊勢湾を北上し、長島を目指す。周囲の小島に築かれた大島砦、カトロ砦を攻略後は、この長島を包囲し、敵の輸送路を遮断させる。北や東から進軍する織田隊が、周囲の城や砦を攻略でき次第、兵の輸送も担うことになる。なるほど。最後は、兵糧攻めに持っていくわけか。信長様は、一騎勢の殲滅が狙いじゃ。命乞いなど許さぬであろうで、この愛を見て、総攻めとなろう。殲滅か。ひどい戦になるであろうな。うむ、以後一騎を起こさせないためにも、致し方あるまいが。それにしても、本願寺は、信長様を怒らせすぎた。比叡山の焼き討ちに続き、この長島一向宗の殲滅戦が成功裏に終われば、石山の権利も織田に従いましょうや。そうも簡単には引き下がらぬであろうの。でしょうな。よし。では、10日後、大港で待っておるぞ。かしこまった。では。雷丹様、大港の石膏より知らせが入った。南無阿弥陀仏。久喜水軍が、間もなく大港に入るとのこと。その数100隻を超えるとの。南無阿弥陀仏。雷丹様、聞いておられますか？伝令が入った。やはり織田信長が動き出したぞ。各地より、尾張国の対馬に参集しておる。ざっと10万になりそうだ。水軍も含めると、ざっと12万の軍勢か。こちらは、女子供含め10万。大港も抑えられたとなると、海からの補給は見込めぬか。雷丹様、石山本願寺の賢女様に援軍を求めてはいかがであろう。南無阿弥陀仏。雷丹様は、念仏で信長を倒そうと必死なのであろう。比叡山を見れば、それが通用しないことくらい。わしは、近隣土豪に援軍要請をする。金吉は、全砦に籠城戦に備え、食料と武器弾薬の補充、柵や堀の強化をするように伝えてまいれ。かしこまった。では、これまで以上の織田軍の兵数、そして政界権も握られてしまった状況に、一騎勢の打つ手は限られた。あとは長期の籠城戦を耐え抜き、織田軍が撤退せざるを得ない事情が発生することだけを祈るしかなかった。父上、水軍は大港を立ったと伝令が入りました。うむ、皆の者揃っておるな。信盛の部隊は滝山の伏兵に備え太田城に詰めておりまするの。それ以外の将は揃っておりまする。で、あるか。前回の撤退では滝山からの一騎勢の奇襲に痛い目に遭わされたでな。戦いが始まったら権六隊も小詰めに入るよう信盛に伝えておくのじゃ。ははよし、明日より一向一騎勢の鎮圧戦を開始する。こたびは一騎勢の殲滅のみが勝利ぞ。ゆえ、すべての砦、城を焼き払い、女子供に至るまで残らず滅ぼすまで戦いは終わらぬ。躊躇する者は一気に加担したと判断し、死罪といたす。これは、普代家臣とて同じであるぞ。よし、長秀、明日からの策を皆に伝えよう。はは、こちらの絵図にて。まず、部隊は3手に分かれ、今晩中に対馬を立ち、長島へ向かう。東からは、信忠様を大将に、森永義、長野信金、
池田恒興など総勢3万の部隊にて一夜取りより進攻を開始し、五秒取りを目指す。北からは信長様を大将に、羽柴秀長、安藤盛成、佐々成政、前田利家など総勢4万の部隊にて古紀伊城を攻略し、ここに本陣を置きまする。最後に西からは柴田勝家を大将に、稲葉貞通、八谷頼高、佐久間信盛など総勢3万の部隊にて香取砦、大鳥居城を陥落させ、その後南に向かい長屋島城、中江城の方位に入っていただく。滝川一益、久喜義隆率いる水軍2万は伊勢湾より北上し、二手に分かれ大島砦、ガロト砦を攻略後は長島を取り囲むように包囲するとともに、長島への兵の輸送を担っていただく。長島に上陸後は篠の橋城、松の木砦を落とし、岩礁寺を制圧後は長島城の包囲に入る。その後は兵糧攻めとなるゆえ、状況に応じて対応となろう。水軍は明日までに間に合うのか。伊勢大港を立ったのが数日前、海も荒れてはおらぬで間に合うであろう。城、砦の破壊は徹底して行う。攻略後は全ての門や櫓を壊し、火を放ち堀は埋めてしまうのじゃ。よし、ご用意出陣じゃ。各陣に戻り支度に入れ。天正2年1574年7月の14日深夜に進軍を開始した織田軍は、それぞれの進軍ルートで攻略先へ向かう。第3次長島一向一揆鎮圧戦の口火を切ったのは、東方面より向かう織田信忠の部隊だった。一重砦が見えてきたぞ。森長吉は先鋒隊を任せるぞ。一気に門を破壊し砦に攻め込め。お任せあれ。森隊行くぞ。我に続け。先方の森長吉隊が砦に突撃すると、それに続くように池田恒興隊、長野信金隊が続き、500ほどで守る一重砦の兵はあっという間に壊滅し、火にくるまれる砦から昇る煙は開戦を知らせる狼煙のようであった。大胆様、起きてくだされ。一重砦方面から煙が上がっておりまするぞ。いよいよ来たか。姫野殿は血の橋城に入り、北からの進軍に備えてくれ。わかりました。大木殿は岩礁寺じゃな。岩礁寺に2000兵で詰めております。うむ、どの城も門を固く閉じ徹底防戦するのじゃ。分散して攻めてくるであろうで、しっかり守ればたやすくは落ちぬ。その頃、北より進軍する織田信長率いる本隊は古紀伊城そばまで来ていた。信長様、絶好の知らせでは、城内には約8000兵、打って出る様子はなさそうにございます。秀長、古紀伊城はそもそも弟の信興が作った城じゃ。わしもよく存じておるで、攻略はたやすい。秀長、安藤、成政、利家隊は城を包囲せよ。はは。信長の指示で各隊が城を包囲した時、さて、門を開くぞ。あらかじめ古紀伊城に潜り込んでいたサスケ率いる忍び衆が、古紀伊城のすべての城門を開けた。サスケ、よくやった。よし、門は開いた。全軍城に攻め込むのじゃ。一向一揆勢がこもる城や砦は、元は織田家が築いたものもあり、信長は城の弱点を突く戦略で少ない犠牲での攻略を進めていく。一般的には城攻めは城兵の3倍から5倍の兵力で攻めないと落ちないと言われているが、それは山城のような斜面を活用した防衛設備や大勢で一度に攻め込めない小道であることが条件となる。しかし長島周辺の起伏のない地形の城では、海や川を天然の要害とし、柵や堀で防ぐしかない。要の城門が開くことは致命傷を負ったに等しかった。信長様、川に逃げた者以外は城兵すべて打ち取りましたぞ。うむ、ここに本陣を敷くぞ。はは。その頃、西より向かう柴田勝家隊は香取砦を攻略すると、大鳥居城に向かっていた。あちこちで煙が昇っておるの。次はわしらの狼煙を上げる番ぞ。突撃じゃ。その頃、信忠の部隊は五妙砦を陥落させ、野営の準備に取り掛かっていた。日が変わった7月の15日、滝川一益、久
吉義隆率いる水軍が到着した。吹き殿は加藤砦を攻めてくだされ、わしは大島砦に向かう。かしこまって。大島砦、加藤砦は浮島に作られた簡易的な砦であり、戦兵がいない砦は船から打ちかけられる鉄砲攻撃に応戦するも、上陸した織田兵にあっという間に占領されてしまう。よし、我らは長島を取り囲むぞ。御用の陣は信忠様の部隊だが、我らの船で長島へ輸送するぞ。その頃、大鳥居城を落とした柴田軍は南下し、柳島城、中江城の包囲に入る。客席を超える畑船は圧巻にございますが。で、あるな。よし、信忠隊が長島へ渡ったら我が本隊も向かうぞ。はは、織田軍が向かってくるぞ。鉄砲隊準備に入れ。よし、敵兵はいない。上陸を始めよう。ついに織田軍が長島へ入った。上陸した織田信忠は長島城の牽制に入ると、池田恒興、森長吉の部隊が忍ばし城攻略に向かった。長吉、ここからは徴兵の数も多い。気を引き締めてまいるぞ。はは。よし、砦へ攻め込め。来たぞ、鉄砲隊放て。その頃、織田信長の本隊も長島の上陸を開始していた。先方の羽柴秀長隊、さっさなりませんが、前田利家隊は松の木砦に向け進軍を開始する。よし、松の木砦は小さい。一気に潰せず、先方隊突撃じゃ。その時、敵は砦しか見ていない。この木を逃すな、かかれ。岩礁寺にこもる大木兼義が織田軍に奇襲を仕掛ける。何、敵の奇襲か。慌てるでない。まずは隊列を整えよう。あれは敵襲か。援軍に向かうぞ。わしに続け。くそ、もう援軍が来たか。岩礁寺へ撤退するぞ。皇族として長島に上陸した丹羽隊が敵の奇襲に気づき援軍に駆けつけたため、大木隊は岩礁寺へ撤退した。間もなくして松の木砦では陥落し、それを見た大木隊は岩礁寺にこもる兵と共に長島城へ移った。残す一向一揆勢の城は拠点の長島城、姫野がこもる忍ばし城、長島の西にある柳島城、中江城の4カ所のみとなった。すべての城が織田軍に囲まれ、一揆勢は兵糧攻めを受けることとなった。信長様、どの城から潰していきまするか。そうじゃな、目を上げたところからで参ろう。兵糧攻めが始まり1ヶ月が過ぎた頃、忍ばし城の姫野広成から使者が入る。お目通りかたじけない。忍ばし城の兵は織田信長様に通じまする。城は信長様に明け渡し、全兵長島城へ入ります。その後、のろしを合図に長島城のすべての門を開きまする。よかろう。即断感謝いたしまする。ではすぐにでも。篠橋城の兵糧が切れたため、移動したいだけではありませぬか。であろう、攻略する城が一つ減り助かった。兵が増える長島城は兵糧の調整がより困難になったであろう。予想通り長島城に逃げ込んだ一騎勢からの反応はなく、それから1ヶ月半ほど過ぎた9月の終わり。内官様、もう限界じゃ。馬はすべてなくなった。雨水だけでは餓死者がどんどん増えていく。姫野殿が長島城に来たから兵糧が足らなくなったんじゃ。なんじゃと。無駄な力は使うでない。ここまでのようじゃ降伏といたそう。わしの命と引き換えに許しをこぐてまいる。信長様、下妻雷丹殿が参りました。どうして。信長様、お目通り感謝いたす。これ以上の籠城は女子供までの命も奪ってしまい、限界茶と判断した。よって織田家に降伏し、一向宗の解体と二度と起こさせない旨の印判状を豪族にも取り付けるゆえ、全ての城にこもる一向宗の解放をお願いしたい。雷丹、その言葉を待っておったぞ。わしとしてもここにばかり兵を留めておけぬでな。降伏をお受けいただけるので。うむ、私の命と引き換えでなくてよいので。よいよい、信長は鬼ではないことを摂津の賢女にも伝えていただきたいでの。な、
なんと寛大な賢女様はなぜに信長様と敵対してしまったのであろうか。さっさここで時間をかけても仕方なかろう。織田の船に敵対せえ届けるゆえ長島城を出る準備に入りなされ。それではナムアミヤムアミ。さて総仕上げが始まりますな。うん、心を鬼にして参るぞ。はは。翌日長島城から出てきた一騎勢は織田の船に向かって進み出した。全員が城から出たことを確認すると信長は、一人と経過してはならぬ。わしに歯向かったことをあの世で悔やむがよい。鉄砲隊構えよ、撃て。陸から船から降伏した一騎勢に向け容赦ない鉄砲射撃が始まる。の信長、己偽りよってやはり鬼であったか。己、かくなる上は織田兵を道連れに散るぞ。生きて長島を出られないと判断した一騎衆は逃げる者もいたが、捨て身の反撃に出る者も現れた。800ほどの捨て身兵が手薄な陣に向け突撃をすると、意表をつかれた織田兵は慌てて防戦する。しかし死を覚悟した兵は強く、織田方の犠牲は1000ほどにもなった。その中には信長の兄である織田信広や弟の織田秀成など織田一族も入っていた。織田信広様、織田秀成様、お討ち死に。なんじゃと。陣を突破した一騎兵は川に飛び込み逃げていったとのこと。くそ、この策ではまずかったか。ならば残す2条は伊攻めといたす。権六と信盛に全てを焼き尽くせと伝えてまいれ。はは。城から出たところを討ち取る方法では殲滅はできないと判断した信長は、残す柳ヶ島城、中江城を徹底的な火攻めで落とし、城内にいた2万の一騎衆が焼け死んでいった。一部の敵兵は逃げてしまったが、殲滅と言ってもよいのでは。うむ、兄弟を亡くしたのは辛いがな。よし、皆の者、敵の城は全て潰した。各地の一騎勢にもこたびの結果は伝わり、織田に歯向かう代償の大きさを知ることになろう。摂津の石山に向け拳を上げよ。勝ちどきじゃ。明智光秀、羽柴秀吉を除く名だたる織田家臣総出で臨んだ第三次長島一向一揆鎮圧戦は、水軍の活躍もあり織田方の被害は数千にとどまったが、一騎勢の被害者は3万人以上と言われている。この戦いで長島から一向衆は完全に駆逐され、滝川一松にこの地が与えられると、しばらく長島城を居城とすることになる。鬼のごとき殲滅作戦を決行した信長であったが、同じ年に越前の地で一向一揆が発生してしまう。信長と一向衆との不毛の戦いは、この戦いから6年後の石山本願寺との和睦が成立する1580年まで続くことになる。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。